こんばんは。ただいま9月13日火曜日です。はい。ちょっとね、iPhone の話をね、ちょっと後日談みたいな話をしようかなと思ってるんですけども、メイン動画で iPhone 14 Pro っていうのをね、買おうというね、話をね、して、予約がね、失敗したみたいな動画を上げたんですよ。よかったら見てください。はい。で、予約が失敗したっていうのはどういうことかっていうとですね、9月9日の9時に予約が開始するんですけど、その予約に間に合ったんですね。でもすぐもうアクセスして予約をやってったんですけど、最後の最後でエラーが出てたのに気づかないで予約できたと勘違いして浮かれていたという動画なんですよ。14 Pro をね、買おうかと思ったら、買おうかと思っているのかというと、動画にしたいっていうのが、一つの目的にあります。やっぱり、ね、YouTube やっている上で話題っていうのはすごい大事なので、iPhone 14、新しく出るって言うんだったら、動画に出したら、まあ、そのね、当日に出したら、まあ、少しでもちょっとね、再生数が上がるっていうので、せっかく買うなら当日に欲しいっていうのがあったんですよ。で、エラーをして、それを気づいたのが4時間後の1時、深夜の1時だったんですけども、結局到着が10月になってしまう。10月14日。もう4週間後ですよ。もうそれはもうちょっと話が違うなっていうので、だいぶ落ち込んでいて、で、ヨドバシカメラに予約したら、日にちがちょっとわかりませんみたいな。発売日以降に届きますみたいな表示になってて、じゃあ、もしかしたら4週間よりも早いんじゃないかなっていうのでヨドバシに予約したんですね。で、そこで動画が終わっております。で、いつ届くかなっていうのを楽しみにしてまして、やっぱヨドバシっていうのはなんか、大量にね、在庫を抱えてるってイメージがありますので、期待してたんですけども、なんとその後、もうつくづくね、あなたはなんでバカなんですかっていうふうに言う人がいると思いますけども、ヨドバシのね、注文も失敗していました。はい。最悪。金額的には全然ね、おかしいことではないんですよ。口座のね、お金もね、別に、変なことになってない。で、ブラックには入ってるわけでもなく、絶対買える状態なんですけど、注文が失敗していて、これはどういうことなんだろうっていう状態で、ヨドバシの注文もできてなくて、今からヨドバシ予約したらさらに遅れてしまうなっていうので、落ち込んでいました。さらに、二重の落ち込み。で、どうしようかと考えました。というのも、iPhone 自体を買うべきなのかっていうのがよぎりました。なぜなら、やっぱ YouTube に上げるには遅すぎる10月だと。だったら iPhone じゃなくてもいいんじゃないか。Pixel 7っていうのがあるんですね。それが10月6日に発売するっていう告知が出るんですよ。なんで、まあ10月後半ぐらいに出るのかなっていうのね。だとしたら iPhone 14 と、Pixel 7、手に入れるのが大体同じ時期なんですね。だとしたら Pixel 7を動画で上げたら、めちゃくちゃ、まあ再生数もいいんじゃないか。さらに、まあ、Pixel 7すごい興味があったので、なんかカメラとかね。あと、文字起こしがすごいので、喋った内容がすごいね、正確に文字が出るみたいな。そういう機能がね、めちゃくちゃね、いいなと思ってて、すごいね、欲しいなと思ってたんですよ。そして、結局、結論的に iPhone にしましたという動画です。じゃあ話さなくていいよ。迷った挙句変わんないんだったら話さなくていいよっていう話なんですけども、どうしてもね、これちゃんと言っときたいなと思いまして、なんでそこまで iPhone にこだわるのかっていうところ、自分自身にも、15万円超えなんでね、なぜなのかっていうのをね、問いかけたところ、結局ね、iPhone から逃れられない環境にいるなっていうのがありました。これはね、私自身特殊なね、環境っていうのもあります。今私はですね、動画制作をやってるんですけども、その制作チームみたいなんで、結局みんな iPhone を使ってるんですね。で、縦画面でもし撮るとしたら、そのデータを送るっていうのが、やっぱり、その AirDrop、それが一番早いんですよ。で、結局ね、この速さ、動画撮って、あ、じゃあそれ送ってって今送りますって言った時の、iPhone じゃなかった時の冷め具合、現場がね、冷めるっていう感じが、めちゃくちゃあるんですよ。これはね、本当に、たったそれだけかよって言うかもしれないんですけども、それってすごく重要で、やっぱね、この共有のスピードっていうのに、ね、やっぱり、ね、勝てないのかなって。やっぱ日本はね、iPhone のね、シェアがすごく多い。ということは、日本にいる限りでは、結局 iPhone から逃れられないのかな。さらに、プラス、このね、これね、本編でカットしたところなんですけど、iPhone で、例えば、LINE で、情報をもらうとします。このサイトちょっと見てほしいんだけど、みたいなんで、サイトの URL を送られたとしますよ。
で、それでコピーしますね。そしたら、今あの私パソコンこれで作業してるんですけども、その iPhone でコピーしたのをこっちにペーストするんですよ。それが何もしなくてもペーストできるんですね。つまりここで iPhone でコピーしました。もう0秒でこっちでペーストできるんですね。この連動、これから逃れられない。もう逃れられない2です。この連携プレイからね、やっぱ逃れることができない。逃れるって何回言うんだよ。逃れるからも逃れられないです、私。スムーズさには勝てないっていうのがあります。ただ、その15万以上かけてスムーズを取るのかっていうと、そこだけじゃなくて、やっぱり結局、それにプラス高性能なカメラ。フロントでね、4K で、しかもオートフォーカスも優れて、あのカメラとしての機能。さらに、これですね。このノッチ。ノッチ離れてるじゃないですか。この黒い部分。これがダイナミックアイランド。はい。島のようにね。見たこともない iPhone の操作システムみたいな感じ。これがワクワクするんですよね。はい。プロを超えた、プロ。はい。私、プロを超えられそうです。はい。で、まあ、ディープパープル、この色とか、まあ、デザイン的なのは別にそこまで、めちゃくちゃすごいっていうほどではないと思います。やっぱ、ピクセル7もめっちゃね、あ、持ってていいなっていう感じの高級感がありますので、はい。これですね、このダイナミックアイランド、この、ピュイン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 、みたいな、通知が来たら、広がるみたいな。こういうの、これをね、見ちゃったらワクワクせざるを得ないですね。で、今回から、今ね、iOS がね、アップデートされたんですけど、ロック画面がすごいね、常時点灯で、情報が入ってて、なんかロック解除しなくてもいろいろね、操作できるようになるみたいなんですよ。で、この常時表示って、ちょっとなんか常に光ってるの嫌だなと思うじゃないですか。なんかポケットに入れたり、机に伏せてたら、それはそれで消えるらしいんですよ。消えるっていうか、ちょっと暗くなるみたいな。このアップルウォッチみたいな感じにしてくれるので、これもね、ちょっと楽しみだな。一日中使えるバッテリー。これもね、魅力的。まあ、あとカメラですね。で、さらにディスプレイが2倍明るくなった。これ、晴天時。外に出るとちょっとディスプレイ暗いなって感じる時があるんですよ。それが2倍に明るくなるっていう。衝突事故。これを持って、車を運転してたら、緊急の時に助けてくれるみたいな。そういう機能もあります。これはまああってよかったっていう機能だと思いますけどね。でね、このカメラの話ね、あんまできてなかったんですけど、4800万画素になるみたいなんですよ。この今使ってるカメラ、1600万画素、確か。はるかに綺麗。まあ、はるかに綺麗だと、何がいいかっていうと、まあ、めちゃくちゃ展覧会みたいなね、写真、でかい写真あるじゃないですか。そういう印刷するときに、画素数が多い方が綺麗に写るんですけど、まあ、画素数がね、多ければ多いほどいいっていうもんじゃないんですよ。このね、カメラも非常に綺麗に映りますけども、他のセンサーとかそういうとこが大きいので、めちゃくちゃ綺麗なんですけど。まあ、その話をすると、何言ってんだこいつっていうね、話になると思いますので、説明しませんので、はい。で、暗所にも、最大3倍の性能が上がってます。暗所に弱いと言われてました、スマホ。このね、iPhone は。ただ、暗いとこでも綺麗に映ります。という話になっております。12ミニのフロントカメラでの暗証、こういう感じなんですけど、はい、ちょっとノイズがすごいですよね。そういうのもクリアしておりますという感じですかね。で、あと、まあ、本編でも言いましたけど、手ブレ補正アクションモードがめちゃくちゃ早い時でもちゃんと手ブレしてくれるっていうアクションモードっていうのが追加されました。こういうのも楽しみっていう感じですね。というので、私が iPhone を選んだ理由みたいなので、動画をね、撮りましたけども、まあ、拙い説明ではありましたが、少しでも参考になっていただければいいなと思いますし、私自身は、まあ、動画制作を今後もやっていこうと思ってますので、iPhone を選んだっていうのがあります。なので、皆さんは、こんなに高いスマホを持つ必要はないと思いますので、賢明な判断をしていただければいいかなと思っております。皆さんよかったらコメントで私はどうしましたとか教えていただければよろしいと、教えていただければ嬉しいと思っております。さようなら。